皆さんおはこんばんちはレールガイズです。いやー、先週末の山手線は大変なことになってましたね。そう、先週の土曜日と日曜日10月23、24日は渋谷駅のホームを拡幅するための工事が行われたため、山手線内回り池袋駅から大崎駅間が終日運休となっていました。これは JR が発足して以降山手線では最も長い52時間にも及ぶ運休だったんです。ほら見てください、池袋の内回りのホームはこんなにガラッガラ。ちらほら見えるのは同志の鉄道愛好家と52時間後の次の電車を待つ忍耐力の高い方々ぐらいでした。このネタはすでにいろんな人が取り上げていて、飽和状態になることは予想済みでした。だって史上初の運休ですからね。結果、僕たちらしいこんな企画が出来上がりました。山手線内回り運休期間中、目白から高田馬場歩いた方が早い説。でこれなんで目白駅なのかと言いますとですね、運休している区間の池袋から大崎駅間、目白駅だけが JR の他の路線、東京メトロ、都営地下鉄、西武や東急などといった他の会社の路線が乗り入れてないんですね。新大久保もなんか一見そういう風に見えるんですけど、近くに中央観光線の大久保駅があるので、完全なる陸の孤島となっているのはこの目白駅だけとなっています。なのでこの目白から高田の馬場という区間はですね、運休している区間の中でも最も遠回りを強いられる区間となっているんですね。それでは本当に歩いた方が早いのか、実際徒歩チームと電車チームで分かれて検証動画を撮ってきたのでご覧ください。はい、ということで今日僕たちは JR の目白駅に来ております。なんで来たかっていうとね、今日はもう祭りになってるんだよね今まで山手線ができた中で一番長い運休、52時間っていう結構長い運休で珍しいことなんですよ。池袋から大崎の内回りが、まあ、ボイコットと、みんなね運行やめてしまおうとね。山手線だけの駅はやっぱ不便になるじゃないですか。まあほとんどの駅は他の路線使ってね、なんとか大きい駅行けるんですけど、ここ目白だけは陸のことになってしまった。なんでこの目白から高田の馬場に行きたいっていうピンポイントな人がめちゃくちゃ今日不便なんですよ。ってことで本当は今日歩いた方が早いんじゃねってことを検証したいと思います。じゃあ検討を祈るね行ってきます。まずは電車チーム、何線を使って高田の馬場駅を目指すのでしょうか。やっぱマジで体感めちゃくちゃ人少ないね。なんかそうだね、一応山手線の駅じゃん、全然田舎の駅みたいで今僕ホームに来たんですけど、ルートとしては山手線で池袋に行って、池袋から埼京線で新宿まで行って、新宿から山手線で高田の馬場っていうルートにします。めちゃめちゃ遠回りですね。そうなんだよね。で大回りに入るのか分かんないけど、まあね、ちょうどいく電車が来たんでこれ乗って行きましょう。なんか混んでんな、やっぱな。続いて徒歩チーム、どんなルートで高田の馬場を目指すのでしょうか。じゃあ今日はこんな感じで歩いていくんですか。どんな感じでも、あの目白から高田馬場って、うん、マップ見たらずっとほぼ一本道ぐらいの感じで、俺らは特に考えることなく高田馬場の方に歩いていけばいいと。なるほどね。徒歩得意なんですよ、うん、その徒歩の戦略として大事なの2つ、あ、1つはやっぱあの早歩きこれ得意分野そんな考えなくても分かるよもう一つは知らない土地だってやっぱマップ見ると思う。それでやっぱ時間食うのもあるんで、もうなるべく見ないことです。なるほど。じゃあありがとうございます。次は大塚に止まります。はい、もう池袋に着きました。内回りのホームがガラッガラして、マジでこれはマジですごいことやばい。こっからですね、新宿に向かうので、さっきアナウンスで言ってたように埼京線に乗っていきます。あの緑色の電車にね。どうなんだろうね、本当にどっちが勝つと思う。さすがに文明の利休勝ってもらわないと。歩いたら15分20分ぐらいでしょ。で今すでに3分4分ぐらい経ってるから、めちゃめちゃ飛んでますこの時間に。池袋から新宿もう6分以上かかってついてません。やばいです。予期せぬ事態だね。徒歩チームもね、全然勝てる可能性があるっていうか、
ちも事故ってる可能性ある。あ、確かに。ちょっと急がなきゃいけないところに来てるかもね。急ぎようがないね。どんなに急いでても、そういうところにしっかりマナーを守って。前髪うざいと書かないでね、マジでちょっと。ちょっと焦げるから。メンタル。YouTuber 向いてないよ。めちゃくちゃ離れてんだよな。私は奥の方だからさ。電車こそ歩きみたいなもん。確かに駅の移動めちゃくちゃ歩いてる感じ。こちらがね、外回りのホームなんで行きましょう。ちょうど来たんじゃないこの音は。16回。はい、ではもうラストスパートです。ここからは外回りに乗って高田馬場を目指すと。あいつらどこら辺だろうね。ね、まあ、ペース的にはさっきのストップがきつかったけど悪くはないと思う。うん、最後山手線隠して行きましょう。めちゃめちゃ住みやすそうだこの辺。全然地図見とるやん。結構早いペースだね。いやー全然来てないと思うんだよな。ちょくちょく埼京線とかの音がしてるね。え、そもそもこういう状況じゃなくても馬場まで歩いたりする方が、うん、確かに。あ、なんかでかい鳥、なんだこれ。ちょっとね、国物だと思う。なるほど、渡るのが難しい。新目白通り。新目白通り。ここでね、見られたらマジで話してる。なるほど。え？待って、早すぎないこれ。マジ？そんなに速くないけど。待って、これ余裕じゃん。なんかもう絶対答え見えてるよね。ありがとうございます。なるほど、すごい裏路地みたいな場所に。なんか食ってから行っても負けないぐらい早い気がする。想像以上に一瞬だったね、このバトル。結構駅でも行ってくれてるけど、今日山手線使えないから、なんか他のいろんなやつ使っていいんだって、新宿線とか。そうそう、だから、高田馬場も、新大久保も、なんかいろんな路線があるんだけど、目白だけは何も見えてない、振り返りようがないと。西武新宿線乗り換えタイムロスだから。マジタイムロス、タイムロス、これ出れない。無駄な階段上り下り、無駄な、本当に無駄な上り下り。今のロスったな。さあ、勝負はいよいよラストスパートに突入しました。高田馬場着。多分待ち合わせが交番の前とか絶対いないよね。交番だよね。いや、立っててほしい、これは。めちゃめちゃ人が多いけど、いないね。10分ぐらいで着いたね。そうだね。とりあえずここで待ってるか。はい。待って。ノンストップだな。いや、俺ら新宿の前で信号で3分4分ぐらいずっと止まってるね。止まってる。埼京線のホームになんか前の電車がいて踏めないみたいな。そういうことも取り入れるな。目白ではすぐ来たんですか。目白ではすぐ来た。ああ、そうなんだ。割とね、うん、ってことは今日お金使って山手線乗って目白から高田の方に移動してると全員バカです。尖ってるね。いないか。あのね、歩きましょう。ってことだね。
10分も前に着いたんで歩いた方が。そうだ、めちゃめちゃね、景色良かったね。景色もいいか。めちゃめちゃ叩かれそう。そりゃそうやろ、みたいな。まあね、当然かもしれないけど、調べたらね、調べないでやってみるっていうのも一つのね、ことなんで。はい、ということでですね、あんまりないんですけど、多分史上初って言われてるぐらいの運休なんですけど、今日はもし同じようなことがあったら、目白から高田馬場移動する人は徒歩で行くようにしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。